はい、みなさん、こんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。えー、今日は九月二十五日日曜日、今夜二十一時半です。で、ちょっと今日バタバタしてて。まあ、帰ってきて、ツイッター見て、気がついたんですが。えー、ジャールの。高尾会長が。辞任されたと。いうことで、あんまり僕、そういう、そのジャールの中のね。えー、話に。 まあ動画でそういう話することなかったんですが Twitter、まあ、でもかなりね、えー、話題になっていたので今日は、えー、ジャール高尾会長辞任について僕がどうのこうの言うっていうのはあんまりできないんで、まあ、ジャールってね、まあ、どうなっていくといいのかなっていう、まあ、外野の僕の立場から、えー、ただのアマチュア無線化としてどう思うかっていう話をね したいと思います。はい、で今日ね、あのジャルの社員総会ってやつ、えー、社員ってちょっとあのジャル入ってない人には難しいかもしれないんだけど、会長あ会員と違って、まあこう社員っていう人たちがいて、まあその人たちがまあまあ簡単に言うとそのリーダー的な人たちですよね。 でそういう人たちが、えー、集まってやる総会、まあ、があったみたいなんだけどその前に、えー、高尾会長が辞任されたというお話でございます。でまあこの JAL の高尾会長さんは僕はね一度しかお話ししたことないんですよ。あの動画になってます去年の、えー、関西ハムフェスティバルで初めてお話をして「まあ、僕こう YouTube やってるんすよ」っていうね、えー、いうお話させていただいて「よかったらちょっと喋っていただけないですか?」 応じてていいただ例えば、ーまあ、僕別に個人的に高尾会長にこういうふうにこう思うとか、まあ、好きも嫌いも、まあ、ないんですけど、まあ、なんか Twitter とか見てるとなんかいろいろそのジャールの中で揉めてるみたいですね多分事実だと思うんですよそれは。えーまあ、意見というか見解の違いがあってそのジャ、えールの会員さんとか社員さん の中でこうなんか、えー、揉めてるるとがあるみたいですも、ねまあ、多分なんか察するにこう JAL の中のお金の使い方みたいな話とかが一つのね、まあ、問題になってるのかなっていうふうに思うんですが、まあ、その中身についてはねどっちがいいとか悪いとか何がいいとか悪いとかっていうのは僕がまあ論ずる立場にないんだけどうん,なんかそういう揉め事が起こってると。そそもそもじゃあってね あのどういう組織なんだろうっていうふうに、まあ、さっきちょっと思ったわけですよ。まあ、どういう組織って日本アマチュア無線連盟っていうまあ、日本のアマチュア無線化のま組織であるわけなんですが、もちろんあの全員入ってるわけじゃなくて、えー、任意でま入るものであるんですが、あの JAL の目的って何かなと思ってみてたら、えー、こう書いてあります。日本におけるアマチュア無線の健全な発展を図り 合わせて内外の無線科学文化の向上と発展に寄与することを目的として組織されているというふうになってるんですね。あのだからそのまあ人でで言うとそのもうお金のことだとなお金のことなのか例えば、えー、会長っていうその組織の中で偉い人に誰がなるかっていうまあ権力争いなのかまあそういう政治的な話ですよね。 その組織の中の政治的な話のでこうごちゃごちゃしてるってもう俺かすとアホなんっていう話です <laughs> あの <laughs> なにその組織が大きいから僕みたいなねあのペペには分かんないことがいろいろあると思うんですけどアマチュア無線っていう趣味でまあこのアマチュア無線っていうのは趣味遊びであると同時に当然こう今までね えー、科学技術、えー、通信技術術通信ののの発展にもも寄与してきたのは間違いないなだと思うんですよねだからこれって楽しかったりとか、えー、何か新たなことが学べて嬉しかったりとか新たな発見ができてその興味によって例えばプロの、えー、通信士に、ね、なっていったりとか、えー、そういう通信技術を研究する方になっていったりする人がいるだとかそういう。 社会にとって当然そのポジティブな、えー、アマチュア無線っていうものをさらに発展させていくさらにじゃあねみんなで楽しくやろうよとかさらにその社会に貢献できるようにしようよってやっていくね、えー、ための団体なわけじゃないですか。それの中でねなんかもう政治でぐちゃぐちゃしてるみたいなアホかって僕からすると思うんですよね。なんで趣味遊び え研究心みたいなもので成り立ってるはずの世界団体でそんなとこまで来てさぐちゃ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 やってるってさもううんざりだと思うんだだよねだって僕らって望まなくてもそういうものに普段巻き込まれるじゃないですか。だって仕事してればまあ例えば僕なんかはね ウ、えー、ウェェブブ関連のの仕仕事事してるるんでで、まあ、広広告告とかねね業界の仕事もすすわけですよ、ね、例えば広告業界っていうところは、えー、大手の会社さんの仕事をしようと思ったらやっぱり大手の広告代理店っていうのがもう牛耳っててで、まあ、そういうなんか力関係みたいなねもうそこの会社さんと、えー、こっちの広告代理店の上の人が握れてるから。 えー、僕らみたいにやっぱちっちゃいね会社はなかなか入れないよっていうのがあったりするわけですよでもその受注してる広告代理店って、まあ、全てとは言わないけど、まあ、その中には、えー、その中で企画とかできる人がいないから結局僕らみたいな中小の会社に、えー、企画の部分とかコンサルの部分を依頼してくるわけじゃないですか。えー、これっってそんなの直接僕らとやった方が 絶対より良いものになるはずじゃんって僕思うわけですよ。思うけど、でもやっぱりね、悲しいけどそれが社会のルールでその中でまあ嫌だなと思うこともありながら仕事してるわけですね。で僕あの訪問看護っていうまあ、えー、どっちかと,と福祉とか医療に寄った仕事もしてるけど、やっぱりこの世界もこの地域で、えー、訪問看護やってこうってしたときにやっぱりその市だったり県だったり とまあやっぱ結びつきの強い、えー、まあ、他の会社がねあったりとか、えー、病院があったりとかしてやっぱりそこもねこう政治で成り立ってるわけですよねその中で僕らみたいな、えー、新参者がシェアを拡大していくってすごい大変なんですよ本当あの嫌がらせみたいなこともあるだろうしまあ本当大変な思いしながらやってるわけですよだから働いて 働かなきゃいけていく上で世の中そういう,もうことってうんざりするほど直面しなきゃいけないのになんで趣味の、ね、楽しい世界にまで、えー、そんなごちゃごちゃを持ち込まなきゃいけないのかっていうので、ね、僕は本当ね えー、うんざりします、まあ僕があの JAL 入ってないっていうかまあ前は入ってたんですよ <laughs> あの JAL を入ってない理由っていうのはまあそれです、まあ、別にただの一会員がそんなことに巻き込まれることはないんだけどいやーってなるじゃないですかだから JAL さん自体は僕必要なものだと思うんですよやっぱカード交換しやすいっていうのはすごくまああんまチュア目線やっていく上で。 は大事なことだとだ思うし実際僕らが楽しませてもらってるハムフェアとか関西ハムフェスティバルだってまあ JAL だったりその JAL の関西の支部だったりっていう組織があるからできてて僕らが楽しめる僕ハムフェアだっってててハムだだ楽ししみにしてますよだからそういう意味ではまあやっぱ JAL 入るべきなんだろうなちゃんと回避出してそういったものを運営する一部として、まあ、会員として活動するべきなんだろうなって思うんだよ。 思うからあのー、入るべきだって。自分は思ってるんだよね。だけどもうわけど <laughs> これ前からなんですよ。前からあの別に高尾会長が悪いとか、誰々が悪いとか、そういう話じゃなくて、もうジャールさん僕がアマチュア無線、えー、始めた頃にはジャールってこうなんだよって。僕は見聞きしてきたものでははあ <laughs> みたいなね。あのー。思 ますだから僕別にあの誰かの見方をしているわけじゃないですよもちろん例えばお金の使い方で不適切な部分があるのは正すっていうのはそれは正しいことだと思うんで別にそれいいと思うしいい、えー、と思うんだけどだからといってその例えば会長さんが使い方間違ってましたまあこれ例えばなんで話ね。えー まあしたとしても別にそのどっちかに僕はねあの会員じゃないからあの肩入れする立場にないんでまあ、それは見守ることしかできないんだけどもちろん正すすここととと自体はは、まあ、いいことだとは思いだ思ます僕は会長っていう立場の人が、えー、ある程度その裁量で経費を使おうとまあなんか無給なのかなちょっとよくわかんないんですけどある程度その報酬をもらおうとそれを選ばれてるんだから僕はいいと思うんですよ。 ね、だけどあの、だけどなんだろうなもうその政治的にぐちゃぐちゃすんのやめましょうよってまあ無理なんだよねでも人間って集まるとなんかそうなるんだよね。うん、まあじゃあお前はクリーンな人間なのかって言われるとそれは僕だって自分のねあの欲だってあるし、えー、必ず。 常に誰にでも胸を張れる清く正しいことばっかりしてるのかって言われたらそんな人間じゃないんで誰かを批判することはできる立場にはないんだけどだから個人を批判してるわけじゃなくてなんかなみんなの趣味を楽しむためのそれを発展させるためのそれをもとに科学にも貢献できる組織なんだからなんかもうちょっとよくなるよくなるっていうのは何なのか分かんないけど。 なんかねその揉め事のない組織になるといいのになっていうふうに思いましたはいあのそんな感じですいません <laughs> なんか何かを期待して僕の動画見た方すいませんなんか何ともない結論でしたはいあのいろんな意見がねあっていいと思うんで是非皆さんの意見とか感想とかね コメント欄に書いていただければと思いますしその中でねあのコメントで、えー、議論を交わしていただくのもいいんじゃないかなと思います、えー、この動画が良かったという方は高評価ボタンを押していただけるとモモすけの動画作りのモチベーションアップにつながりますチャンネル登録もよろしくお願いしますツイッターもやってます説明欄のリンクからツイッターチェックしてフォローしてください以上ももすけでしたバイバイ